はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2022年の11月20日日曜日でございます。今日はですね、大好評の東京ディズニーリゾートの朝のエントランスの状況を皆様にご紹介していきたいと思います。で、今回の映像はですね、東京ディズニーランドの映像となっているんですけれども、混雑ポイントとしましては、まずは全国旅行支援、これが始まったことにより、もう遠方の方がね、めちゃくちゃ来てます。そしてイベントワクワクあり、これはですね、パークチケットが 20% オフでね、買えるものになるんですけれども、もう常にですね、平日も品切れでございます。さらにですね、これワンデーとワクワクイベント割、これ別枠で売られているの で、最近はね、もうワンデーもなくなっちゃってるんですよ。品切れなんですよね。ですからもうほぼマックス来てるんで、もうおそらくね、今日もね、4万人から4万5000人ぐらいの人数がね、来場すると思われます。そしてですね、入国の制限が撤廃されたことですね。もう最近はね、この辺歩いてるだけでもね、もうそこら以上に外国人の方たくさんいます。東京とかもね、たまに観光で行くとですね、もうそこら中にね、外国人です。もちろんパークもですね、インパすると、もう一回りすれば必ず一組ぐらいはね、外人の方がいるぐらい、めっちゃね、増えましたので、もうそりゃ混みますよね。で、前回のエントランスの映像は、11月上旬だったんですけれども、もう今回はですね、下旬ということで、クリスマスのね、イベントも始まっておりますし、で、修学旅行シーズンもですね、まだまだ継続中ですので、アトラクションもね、ショーパレも非常に混んでます。ね、人気どころのアトラクションとかはね、もう軽く1時間以上、まあ、下手したら100分ぐらいがね、朝から夜まで続いちゃってますね。なので極力ですね、朝誰もいない時ぐらいにですね、パークの中に入って、で、アトラクションをですね、空いてる時間帯に乗るっていうのがね、また結構いい攻略法だと思いますので、ぜひですね、今からエントランスの映像をご紹介しますので、参考にしてください。それではですね、早速ディズニーランドのエントランスの方に行きたいと思います。どうぞ。すでにこっち側来させてますね。持ち物検査はかなり混んでるってことですね。東京ディズニーランドの駐車場側のエントランスです。ちょっとね、雨降ってきたみたいですね。もしかしたら通常よりは空くかもしれません。雨なんで、雨だとね、だいぶゲストの数減りますからね。しかも朝からだと、今日は通常の日曜よりは減る可能性大です。まあでも最近はね、全国旅行支援とかワクワクイベントありとかね、まあ、そういうの利用する方たくさんいらっしゃいますので、まあ、遠方の方はめちゃくちゃ多いですね。で、そのせいだと思いますけれども、お菓子がですね、正直ないんですよ、パーク内なので。まあ、これはパーク内の情報になってしまいますけれども、お菓子買いたい方はですね、お気をつけください。もうパークの中に入ってすぐ買った方がいいと思います。もう夜になるとですね、もう 2,3 種類しかないですね。超要注意です、お菓子は。はい、ということで、まあ、ちょっと話それましたけれども、今現在はまだ12、3列目ですかね。でも、ディズニーシーとディズニーランドの違うところは、ランドはね、もうここの中に入ってしまえばね、持ち物検査クリアしてますので、もう 2,3 分でパークの中には入れると思います。ディズニーシーでこのぐらいの列だったらね、もうかなりすでに時間はかかるんですけどね、5分10分かかっちゃうんですけれども、まあ、ランドはそこがいいですよね。ただすでに持ち物検査の列すごいですね。この下の方も来てますし、向こうの立体駐車場側の方まで結構行ってるみたいです。ここかな、最後尾は。まあ、こことこっちで今別れさせるんだと思うので、持ち物検査の列的には5分から10分待ちぐらいかもしれませんね、すでに。で、見た感じなんですけれども、こっちのね、駐車場側より向こうの方が混んでますよね。なんかかなり列は長い気がします。今現在の時間帯来る方はこっちの駐車場側の方がいいかもしれません。こっちまで10列ぐらいしかないと思いますけれども、こっちはもうかなり行ってますね。
ここの白線越えてるんじゃないですかね、こっち側は。もはやここの白線に着きそうなぐらいのレベルになっちゃってますね。こっち側の駐車場側はまだ白線到達もしなそうです。でこれはですね、ジョマジがいつも言うポイントなんですけれども、ここにねちょっとロープ張られてるの分かります？ここの4列ぐらいがですね、実はかなりねおすすめスポットなんですよ。でここのですねロープの前の方はアーリーの方ですね、ハッピーエントリーの方なんですね。こことここの4列ぐらいとこっちの4列ぐらいですね、ロープの前側の方で、8時になったらですねここの4列ほどいなくなりますので、ここまっすぐ横同じぐらいの列じゃないですか。でもここに並ぶとですね少しだけ前に進みますので、8時になったら今現在の時間帯はですねここの4列ぐらい並ぶことをお勧めします。7時27分です。見た感じはやはりこっちの方が混んでますね。向こうの駐車場側はまだこっち側の白線でしたけれども、もう一つ後ろの白線に到達してます。駅側です。なんか向こうに限ってはもうこの白線をはるかに超えてこっちの白線まで行きそうですね。おそらく持ち物検査が近いからまっすぐ来てここに並んじゃうんでしょうけれども、こちら側にまだ並んだ方が良さそうですけどね。で先ほど言った通りここもですね4列ほどはアーリーの方が今並んでますので、ここですねロープの前でここら辺に並んだ方がですねいいと思います。今現在の時間は8時になったらここのロープの前の方がいなくなって前に詰めていくということです。ちなみにここ今中央にいる方もですねアーリーの方です。一般の方は入れませんのでお気をつけください。ここの列とこっち側の列があるわけですね。こっちが8時15分の方の列、こっちはアーリーの方の列です。今日はどうやらこの時間帯に来たらあっちの駐車場側に並んだ方が得のようです。ただ持ち物検査的には結構スムーズですね、こっちの方が。まあ、すでにねこっち側までぐらーって回らせているので、まあ、かなり歩くっちゃ歩くんですけれども、その分持ち物検査は結構スムーズっぽいです。ただねこの人数いますからね、駅側この後は多分もう止まらせちゃってこっちの方まで並ばせる可能性もありますよね。持ち物検査的には今現在はこっちの方がスムーズですけども、この後はどうなるかはちょっと分かりませんのでまた見に行きたいと思います。ここどんどん伸びてますね。こっち来ればいいのに、もったいないですね。もうこんなに差がありますよ。数分ごれで差がついちゃいますね。で見た感じ外国人の方もめちゃくちゃいますね。最近東京とかもねよく行くんですけれども、めっちゃ外国人いますからね。入国の緩和ですね、まあ、もはや撤廃されたので、もう今現在はねコロナワクチンの証明書とかいらないです。
ちょうど8時でございます。周りの方々が今入り始めました。パークオープン15分前のディズニーランドの駐車場側エントランスとなります。ここの白線を若干越えたところって感じですね。まあ、ここの4列ぐらいだけは今から4、5列前に進んでいきますので、やっぱここに並ぶのが一番いいですね今現在は。でもね、向こうの今駅側リゾートラインから見たんですけれども、持ち物検査の列なくなりましたね。でもこの後どうなるのか気になるところではありますけども、ランドホテルの前には長蛇の列があります。しかもなんとこっちのプールの方まで開放してますね。はあ、これはすごいわ。ちなみにこの人たちはアーリーの方の列です。ハッピーエントリーですね。もう今オープンしちゃいましたけれども、すごい行列で、どうやら持ち物検査こっちの方が混んでますね。こっちすごいな。もうここもぎゅうぎゅうになってますし、ここもめちゃくちゃ人いますね。駅側はもういなかったですけどね。こっちすごいな。この時間帯に来る方は駅側に行った方がいいかもしれません。だいぶこれは差つきますね。持ち物検査だけでこれ何分ぐらい待つんだろう。もうだいぶ待ちますよね。15分以上待つかもしれませんね。もうここからスーって行って向こうの駅側かな、行くなら。それではすぐ向こうのですね駅側に向かいますので、よく見ててください。こちら駐車場側はここの白線若干超えたところって感じですかね。1メートルぐらい超えた感じの場所です。はい、ではすぐ向こう行きます。8時3分駅側のエントランスです。こっちえぐいです。なんとここの白線でしたね。向こうの、ね、駐車場側ここの白線でしたよね。すごい差がありますな。わ、これはだいぶいい情報になるんじゃないでしょうか。これはすごいぞ。全然差が違う。もうこんなに列違うもんね。ただ注目してほしいのがね、持ち物検査はスムーズなんですよね。だから持ち検スムーズだからみんなねここ並んじゃうんでしょうね。いや、これはでかいよ。なのでジョマジ的には持ち物検査はここでやる、で並ぶのは向こうのね駐車場側にした方がいいですね。もうそれだけでかなりの差つくと思います。パークの中にも10分ぐらいの差つくんじゃないですかね。もうここに限っては持ち物検査の目の前ですね。ここ並ぶんだったらこっち来ればいいのにね。まあ、持ち物検査がここだからねみんな並んじゃうんでしょうけれども、ここの差もすごいですからね。ここら辺並ぶんだったらこっち来た方がだいぶ早くパークの中に入れますけれども、まあ、さらにね向こうの、駐車場側に行った方がいいと。すごい差だね。キャストもねキャストで向こう行ってくださいとか言えばいいのにな。圧倒的な差があるのに。向こうの駐車場側はおそらく15分ぐらい持ち物検査かかりそうですが、こっちはまだみんな歩いてますので5分ぐらいで済みそうですよね。持ち検の差も激しいですし、列の差もすごいな。こんなに差があるとは思わなかった。これはちょっとキャストが悪いかもしれないですね。8時6分です。めっちゃ差がありますね。まあ持ち物検査はやばいけど、8時半です。駐車場側のエントランスです。パークがオープンして15分経ちましたが、まだ若干混んでんですね。まあでももうねここの中に入ってしまえば5分ぐらいで入れますので、まあ、問題はないと思うんですけれども、問題は持ち物検査の列勝負って感じですかね。さすがに向こうの駅側もこの辺まで来てましたけれども、
どんな感じかな、こっちは。ここまでぎゅうぎゅう。ここでね、2つの列に分けさせてます。ここにもありますのでね。もうもはや最後尾が見えないので、どっちが混んでるっていうのはちょっと今のところは分かんないですね。この後リゾラ乗ったら見てみますけれども、この最後尾がどの辺まで伸びてるか。8時32分です。さすがにこの辺はもういないですけれども、こっちの持ち物検査がどんどん伸びてます。まあ、ただ歩いてはいけてるので、こっちの方が空いてそうですね。やっぱ持ち券もこっちの方がいいのかな、この時間帯は。歩けてるってことは多分5分から10分以内ぐらいにはクリアできそうな感じがします。あ、でもね、続々と来てるんで、まあ、ここら辺そのうち止まりそうですけどね。まあ、歩けてるだけマシって感じです。やっぱね、全国旅行支援の効果やばいですね。ホテルもね、コロナ後で一番混んでると思います。駐車場ぎゅうぎゅう。8時47分です。パークがオープンして32分経ちました。さすがにね、向こう側もこの辺まで持ち物検査の列来ちゃってましたね。しかも止まってる状態で、予想通りですね。向こうの駅側も今だったら15分ぐらいですかね、持ち物検査クリアするには。まあ、かなりの時間はかかります。ただね、こっちの方が混んでるみたいですね、持ち物検査。今日は持ち券は向こうの駅側を利用した方が良さそうです。そしたらですね、次にどうやら裏技が解放されたようなので、ジョマジョはですね、今からその裏技を使ってエントランスの中入ってみたいと思います。詳しくはですね、もう別動画で投稿してあるんですけれども、裏技の場所はですね、ここです。リゾートラインの真下ですね。ご覧の通り、こことかね、もうこの辺の駐車場の目の前まで長蛇の列がね、ずらーって来てるわけです。で、向こうのね、駅側もすっごい来てましたよね。もうピクニックエリアの入り口まで来てましたけれども、裏技を使えばですね、もう3分ぐらいで持ち券クリアできます。さあ、それではじゃあ皆さんね、見ててくださいね。こっちの駅側、そして駐車場側の持ち物検査はおそらく15分から20分待ちぐらいです。今から裏技使います。はい、裏技です。あっという間に持ち券の目の前。もう5分ぐらいですね、ここまで来れたら。こんな目の前まで一瞬で来れました。あんな列並びたくないでしょう。なら裏技使いましょう。はい、いかがでしたでしょうか。東京ディズニーランドの11月20日日曜日の状況でした。ちなみに今日は日曜日なんですけれども、平日もね、最近ワンデーなくなってますので、もうほぼ変わんないと思ってください。
まあ、もちろん土日祝の方が混んではいるんですけどね。だけどももうマックスも両方ともね売れちゃってますから、平日もね。なので、まあ、若干土日祝の方が混んでるかなみたいな、うん、ほんとね、まあ、アトラクとかはマジでもう乗るもんないみたいな、まあ、そんな状態になってますから、ぜひね今日の映像を参考にしてくださいね。ちなみに本日ですね、東京ディズニーシーも同時進行で見てますので、もしディズニーシーの方のエントランスの情報もですね見たい方は別動画をご覧いただければと思います。はい、それではですね、今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。